はい、片山です。今日はね、まあ、超久しぶりの企画、片山式、春の1週間コーデ2023ということでね、春の1週間コーデをやっていきたいと思います。で、今回はちょっとパンツを固定します。で、そのパンツがこちらです。はい、超ド定番ディッキーズの874。まあ一番このパンツやっぱ使うことが片山多いんで、まああとは多分この見てる人も1本は持ってるでしょ。なので、まあ片山になりたいのであれば上だけ買えばもう片山になれます。簡単でしょ。まあ、そのコーディネートのね、参考になればいいかなと思って、そのもう8741本で上だけ変えていくっていうのを1週間コーデやっていきます。まあ高画質で見たい人はね、早めにこれ教えてください。うん、これを押すと高画質になるんで。違うか。はい、まあそんな感じで始めていきましょう。はい、じゃあ見ていきます。歩いてくると、でフードをかぶってると、はい、ストップ。はい、こちらですね、まあ、片山のね、新しいオリジナルブランドのキーフの、黒パーカーになります。はい、どう思う？うん、これ新しいブランド今絶賛発売中なんで、まあ、ちょっとこのフーディーはね、ちょっとまた出すかわからないんで、もう今のうち買えるときに買っといてください。今の時期だったらめちゃめちゃね、春先これ1枚でも全然いけるし、まあ、夜でも寒くないかなってぐらい結構重宝するんで、うん、さっき言ったでしょ、だから片山が上だけ買えばもう片山になれます。874があれば上買うだけでいいって言ったじゃないですか、まあ、まさにこれです。うん、今発売中です。今リンクを押してください。概要欄に貼ってあるんで、それで買えます。ワンタップです、もう。うん、簡単でしょ。指1個でポチッと買えますから、今の時代。片山家来なくていいんですよ、わざわざ。違うか。まあいいや、そんな感じでね。で、下がね、バンズのオーセンティックです。ワコマリアとコラボのヒョウ柄のやつですね。で、結構フードも厚いんで、うん、結構おすすめなんで、ぜひ購入してみてください。はい、次いきます。で、次はね、はい、この武骨な感じで。はい、ストップ。はい。こちらがですね、ビラボンと呼ばれてるサーフブランドなんだけど、よく水着とかでさ、男の人とか知ってると思うけど、あると思うんですけど、あれの90年代の、まあ、ジャケットです。で、しかもオイル加工されてて、めちゃめちゃかっこいいです、これ。で、襟がね、ちょっとコーディロイなみたいな感じになって、まあ、これ当然冬も着てたんですけど、まあ、春先まだまだ着れるなってことでこれ選んでみました。で、下のこの革靴が、パラブーツのミカエルっていうやつです。まあまあ定番のやつですね。最近結構よく履いてます。うん、結構いいよね。これ締めてもめちゃめちゃかっこいいんだよね。中はタンクトップと。はい、次いきます。はい、次。はい、ストップ。まずこちらのバックプリント、誰のか分かります？うん、分かる人はもう下の方に書いといてください、コメントね。うん、で、ちょっともう一回進めます。はい、ストップ。はい、こちらね、ここに猫の刺繍が3個あるんですけど、これはのこちゃんのやつです。神の一族のこちゃんがデザインした刺繍のミリタリーシャツかな。めちゃめちゃ可愛いです。これもね、最近結構着てます。で、これ中にタンクトップ合わせて、で、下にディッキーズで、この下の靴なんですけど、これね、実はね、ワークマンなんですよね。イケてるでしょ。ちなみに金額はね、2000円です。うん、今すぐワークマン行った方がいいです。うん、めちゃめちゃこれいいんで。で、これほんとサンダルで履きやすいし、で、結構こんな感じでチノパンと合わせてもね、結構可愛いんで、これが一番俺履いてんじゃないかなってぐらい履いてます。で、こういうコーディネートにも合うしね、楽なんでおすすめですね。はい、次いきます。次は、はい、ストップ。はい、こちらですね、絶賛発売中、片山式とキーフのコラボの商品です。こちらコラボ商品、うん、のスウェットです。まあ、これも今絶賛発売中なんでね、下にあのリンク貼ってあるんで、キーフの販売サイトから見てほしいんですけど、で、バックプリントもあります。袖にプリントと、後ろにね、ちょっと危なっかしいねプリントあります。まあ、ちょっと何かは言えないです。違うか。これめちゃめちゃ今ももうすでに売れてるんで、早めになくなっちゃうと思うんで、ぜひ購入ください。で、次いきます。はい、ストップ。はい、こちらはですね、上がワコマリアと、ワコマリアとっていうか、ワコマリアですね、ワコマリアがボブマーリー
神ボブマーリーですね。ボブマーリーのシャツです。これはね結構前のやつ、本当に2018年とか。ピンクでね、爽やかな感じでいいでしょう。でそれに874を合わせてきましたよ。これ定番の我らがワークマン、お財布に優しい我らの味方のワークマンです。2000円です。ぜひ購入してください。これ、まあこんな感じのね、ほんと緩いコーデですね。ちょっとまあ近所に散歩行くときとかさ、まあやっぱ春はシャツ使えるよね。うん。で次行きます。今回は黒いですね。はい、ストップ。はい、こちらはですね、ニッサコさんのシャツです。神ニッサコのシャツです。これめちゃめちゃかっこいいんだよね。やっと俺着れるようになったかみたいな、めちゃめちゃ嬉しいんだけど、ちょっと進めますね。まあブラックでね、シンプルな感じなんだけど、袖と後ろにこのニッサコさんのさ、このバックプリントが入ってるわけよ。でチビサコが胸にあって、後ろにもチビサコがいて、でバックプリントと袖、はい、こちらもおすすめです。これもね、購入先貼っとくんで、よかったらチェックしてください。で最後かな、はい、はい、髪長いな。まあ今の着てるのこれと同じパーカーですね。で中から何かを出して、かぶっていくと、はい、ストップ。こちらですね、まあ、もちろんキーフの今現在発売中の、まあ片山が一番実はおすすめしてるのこの色なんだけどね。めちゃめちゃ春っぽい色で、まあチノパンでもデニムでもいいしね、うん、もう今すぐ購入してください。うん、違うか。でこのニット帽も、キーフの、まあ、オリジナルロゴの、を刺繍したニットになります。でこのニットね、結構こだわって、かぶり心地が良くて結構締まりが強いタイプで、片山ね頭小さいんでブカブカなのだともうすぐねもうダメになっちゃうんですよ。だから結構頭にちゃんとはまるやつ、まあこれから春先、まあ夏過ぎたら使えないけど、まあね秋とか冬とか結構ニット帽で使えるシーズン多いんで、しかもワンポイントで可愛いんで、シンプルな服にこれとかもありだよね。でスニーカーがですね、これはねダンクですね。うん、片山がめったに買わないんですけど、これたまたま友達とナイキに行った時に、うわーと思って、俺結構パステルカラー好きで、ダンクなんかねもう中学生ぶりっすよ買ったの。もうそんぐらいね色が珍しくて買ったスニーカーになります。うん、めちゃめちゃ可愛い。今売ってるか分かんないけどね、ちょっとそんな感じです。はい、いかがだったでしょうか。黒パンやっぱ使いやすいからね、チノパンとかね、ぜひおすすめですね。もしねこの874それ持ってる人は上揃えましょう。まず揃えちゃいましょう。上パーカー、スウェット、ニットキャップ、うん、キーフのね、もちろんそれさえあればもうね片山と道で会ってみ、仲良くなれます、間違いないです、それは。うん、違うか。まあそんな感じでね、購入したい人は下にリンク貼っとくんで、まあ、数もねそこまで多く作ってるわけじゃないんで、なるべくね早めにお買い求めください。はい、ということで片山でした。うん、ちょっと今ね、チビが下でね、ちょっと見てください。おまけですね。うん。もうね、昇天してます。うん。はい、そんな感じで。じゃあね。ジャ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 イナシャツ。ジャ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 イナシャツ。片山が着てるの。ジャ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 イナシャツ。デニムチャイナシャツ。ベージュチャイナシャツ。お前が着てるの。ベロアチャイナシャツ。ジャ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 イナシャツ。